お菓子の家に住んでるんですよね。どこがいいんですか？ウォリーさんから。はい。インタビュー形式。そうですね。はい、じゃあ寺田さんお願いします、はい。お菓子の家に住んでるんですよね。どこがいいんですか？お菓子の家に住んでどこがいいか忘れてもうてどうなってんねん。お菓子の家に住んでるんですよね。どこがいいんですか？もう三鷹はいい街ですね。家のことは置いといて。三鷹はね。お菓子の家に住んでるんですよね。どこがいいんですか？これね、法律上は資産じゃないから非課税なんですよ。お菓子の家に住んでるんですよね。どこがいいんですか？もうね、難しいことが考えられなくなっちゃう。アホだな。お菓子の家に住んでるんですよね。どこがいいんですか？スナック菓子多めでお願いしたら建設がサクサク進みました。焦点やってる。焦点やってる。お菓子の家に住んでるんですよね。どこがいいんですか？当たりが出る限り増築されていくんですね。そうよ、ね、みんな落語家だみんな落語家だって。お菓子の家に住んでるんですよね。どこがいいんですか？どこがいいかはね、教えてあげないよ。じゃん。めちゃめちゃつまんないじゃん。お菓子の家に住んでるんですよね。どこがいいんですか？ね、あのドアノブがね、おまんじゅうでできてるんですけど、怖いって言ったら増えていくんですよ。落ち着けた感じ。お菓子の家に住んでるんですよね。どこがいいんですか？米助が吐いて帰った。お菓子の家に住んでるんですよね。どこがいいんですか？シャワーからあの黄色のモンブランのあれが出てきて、あの実写版モンブラン。実写版モンブラン。モンブランが実写じゃない。モンブランがモンブランだ。お菓子の家に住んでるんですよね。どこがいいんですか？なんか資産がいいからかわかんないですけど、デヴィ夫人に最近お前って呼んでもらえるよ。お菓子の家に住んでるんですよね。どこがいいんですか？でも本当ね、住み出したらキリンが。じゃがりこと君やめろ。ただラジアで言ってる。なんでお菓子関連とつまんない。お菓子の家に住んでるんですよね。どこがいいんですか？ほんとね、いろんなお菓子で作ったんですけど、グミはグミとしてあるんですよね。普通にお菓子の家に住んでるんですよね。どこがいいんですか？お菓子の家？いや、私お菓子の家には住んでません。ナイツの花輪さんとルームシェアをしています。ナイツの花輪さんは洗い物をしてくれていますね。なんだこれ、不思議な世界。なんだこれ。お菓子の家に住んでるんですよね。どこがいいんですか？まあ、全部あの萩の月でできてるんで、あの住所がこう仙台ってことになって、通勤手当がバグってます。お菓子の家に住んでるんですよね。どこがいいんですか？いや、そんなことよりね、あのでっかい鳥居の下っていうのがいいんですよ。お菓子の家に住んでるんですよね。どこがいいんですか？いやね、全部ね、ガリガリ君でできてるんですよ。ガリガリ君、私はこんなに太ってるのに。あっはっは。そういうやつがすまないのか。お菓子の家に住んでるんですよね。どこがいいんですか？あの契約した時に、あのもう売ってない、あのケースにこうしまうことで後で舐め直すことができる飴もらえたんですよ。もう売ってない。もう売ってない。お菓子の家に住んでるんですよね。どこがいいんですか？いや、もう住み心地が良くてね、もう引っ越しは当分。貫くなぁ。どうにってきたからね。普段それやってる人。お菓子の家に住んでるんですよね。どこがいいんですか？でも普通にあのヘンゼルとグレーテルがこう吐けるタイミングを意識してこう、結局はずっと掃除とかしてくれてます。お菓子の家に住んでるんですよね。どこがいいんですか？カードキーがザラメのおせんべいなので、おばあさんはみんな入れます。まあ、食べちゃうよ。お菓子の家に住んでるんですよね。どこがいいんですか？テーブルの上でうんちしちゃっても、コロコロうんちならバレない。
チョコあれチョコみたいな感じじゃないけど、テーブルの上でうんちしないそもそもの話。はい、じゃあいきたいと思います。お菓子の家に住んでるんですよね。どこがいいんですか？平野レミがね、悔しくて泣いてたんですよね。作りたかったんだね。作りたかったか住みたかったんだね。もう近い。はい、では、どうだったかね。はい、はい、では B チーム終了でございます。はい。